京クラブユースサッカー U17 選手権決勝大会表彰式に移らせていただきます。まずは本大会も白熱した試合を繰り広げて、ご来場の皆様にも大きな感動を届けてくださいました出場クラブの皆様へ、今一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、表彰式、まずはベストエスコートキッズ賞です。杉並シーダーズと青葉 FC です。賞状を授与しますので、代表の方こちらにお願いします。皆さん拍手お願いします。賞状、ベストエスコートキッズ杉並シーダーズ殿、当初の成績を収めたので、その栄誉をたたえこれを表彰する。2024年2月23日公益財団法人東京都サッカー協会会長林義則代読です。ありがとうございます。賞状、ベストエスコートキッズ青葉 FC 殿、以下同文です。ありがとうございます。おめでとうございます。じゃあそちらのカメラに向かって賞状を見せてもらっていいですか。このカメラに、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは優秀選手賞の発表となります。プレゼンターは本日試合の解説を担当されました原和樹様です。原和樹様は J リーグで327試合に出場し、総ゴール数は105点に上ります。それでは優秀選手賞発表は原大吾さん、お願いします。それでは優秀選手発表します。 FC 町田ゼルビア26番武田翔選手。おめでとうございます。続いて FC 東京39番高橋優也選手。三菱洋和24番平野真央選手。東京ヴェルディ15番坂巻ゆずき選手。一度優秀選手賞の皆さん、ちょっとギュッとなってもいただいて写真をお願いします。ありがとうございます。会場の皆様、大きな拍手をお願いします。さあ、続いては最優秀選手賞の発表です。お願いします。最優秀選手賞 MVP は東京ヴェルディ背番号4番川口和也選手です。それではちょっと川口選手インタビューいいですか。すいません、川口選手すいません、一言だけ。優勝おめでとうございます。今の気持ちを教えてください。2連覇できて嬉しいです。 MVP ですけれども、当然僕だなという感じですか。いや、坂巻くんが点決めたんで坂巻くんだと思ってました。でも洋和が途中から高橋選手前に入れてきて、かなりエアバトルも大変だったと思いますけれども、どんなことを意識して守ってたんですか。まず先に
触ることを意識して負けないようにやりました。これからまた新しい代になって1年がスタートすると思いますけれども、1年の抱負を最後に聞かせてください。まずチームとして全国優勝とプレミア昇格を達成できるようにまた明日からやっていきたいと思います。川口選手でした。おめでとうございました。それではお待たせいたしました。クラブの表彰に移らせていただきます。まずは第4位に輝きました FC 町田ゼルビアユースの皆さんには賞状を授与します。代表の方、前に出ていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。賞状2023年度東京都クラブユースサッカーアンダー17選手権大会第4位 FC 町田ゼルビアユース殿、当初の成績を収めたのでその栄誉をたたえこれを表彰する。2024年2月23日公益財団法人東京都サッカー協会会長林義則代読です。おめでとうございます。おめでとうございます。では皆様大きな拍手をお願いします。続きまして第3位に輝きました FC 東京 U18 賞状盾メダルを授与します。それでは FC 東京 U18 の皆様、前の方へお願いします。賞状2023年度東京都クラブユースサッカーアンダー17選手権第3位 FC 東京 U18 殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして準優勝に輝きました三菱陽はサッカークラブユース、賞状盾メダルを授与します。それでは三菱陽はサッカークラブユースの皆さん、前の方へお願いします。賞状2023年度東京都クラブユースサッカーアンダー17選手権大会準優勝、三菱陽和サッカースクールユース殿、以下同文です。おめでとうございます。おめでとうございます。それではお待たせいたしました。見事優勝に輝きました東京ヴェルディユースへ賞状優勝カップ盾メダルを授与します。それでは東京ヴェルディユースの皆様、前の方へお願いします。3名よろしいですか。賞状2023年度東京都クラブユースサッカーアンダー17選手権大会優勝、東京ヴェルディユース殿、当初の成績を収めたのでその栄誉をたたえこれを表彰する。2024年2月23日公益財団法人東京都サッカー協会会長林義則代読です。おめでとうございます。
それでは優勝チーム監督キャプテンにインタビューしたいと思います。薮田監督、インタビューお願いします。すいません。優勝監督、東京ヴェルディ薮田光則監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。2連覇、連覇ということになりましたけれども、今の気持ちを教えてください。まあ、東京はすごいレベルが高いので、なかなかこう勝つの難しいんですけど、まあ、特に、今年その勝負にこだわるっていうところは徹底して、まあ、2連覇みんなでしようっていうふうにスタートしたんで、まあ、一つ目標かなったんで、また次の目標を持って、チャレンジしていきたいと思います。今年のチームっていうのは監督から見るとどんなチームっていうふうに特徴としては見てますか？まあ、弱いですね。弱い。そうですね。なんで、まあ、もっともっと強くならなきゃいけないっていうふうに、まあ、選手には伝えてます。今シーズンチームの目標としてはどんなことを掲げてトライしてるんですか？まあ、本当に一試合一試合大事に1得点とか1失点に、そういうのにこだわるようなプレーを意識して、で最終的にはやっぱり、プレミアリーグに全員が上がりたいっていう気持ちがあるんで、そこを目指してやっていきたいと思います。ありがとうございました。薮田監督でした。続いてキャプテン、坂巻キャプテン、お願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。 MVP じゃなくてすいません。全然大丈夫です。 MVP かなと思ってましたか？はい、ちょっと思ってました。僕も思ってたんですよ。ですよね。だってゴールしましたもんね。はい、しました。ちょっと文句言っておきましょうかね。それは大丈夫です。優勝の一番の決め手は何だったですか？やっぱ僕のゴールだったと思います。拍手お願いします。でもチームとしては無失点堅守っていうのも今シーズンは目標としてるんですか？はい、してます。もうちょっと喋ってもらっていいですか？あ、こういうインタビューにも慣れとかないとね。そうですよね。まあ、失点しちゃったら、まあ、負けに近づいちゃうんで、まあ、そこはいつも意識してます。今シーズンの目標を教えてください。まずプレミアリーグ昇格とクラブユース優勝を目指してます。その大会でも MVP 狙いますか？狙います。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて会場の皆様、大きな拍手をお願いします。それではこれにて第25回東京都クラブユースサッカー U17 選手権決勝大会を終了いたします。見事優勝を果たしました東京ヴェルディユースの皆様、そして惜しくも敗れてしまったチームの皆様も、今日という日を忘れずに今後の日本のサッカー界に大きな功績を残せるよう、そして世界に羽ばたくサッカープレーヤーになることを祈っております。本日は皆さんご来場いただきありがとうございました。また来年もお会いしましょう。寒かったので風邪をひかないように気をつけてください。それではありがとうございました。